こんにちは、ハイジーです。というわけで、マクドナルドさんの新作バーガーなんですけれども、今回は楽屋のみんなから、絶対に美味しいから絶対食べた方がいいぞって言われてまして、すごく楽しみにしております。それがこちらでございます。てでーん。てでーん。デラックスチーズビーフバーガー。名前だけ見たら、これまでもあったんじゃないかなって思うようなネーミングなんですけれども、横を見たら、チーズ濃すぎですって。こっちがこれをこの後食べてから思うであろう感想を先に自分で言っちゃってるって面白さもありますが、早速開けていきましょうか。バカ、あららららららら、バンズからしてなかなかインパクトありますね。ここの部分に茶色い点々ありすぎって書いてもいいくらいありますね。中身を見ていきますと、まずはい、チーズ、チェダーチーズ、そしてパティがありまして、下にベーコンとレタスの間にもチーズがつなぎになってます。ベーコンとレタスの、そしてソース。ではいただきます。あ、確かにチーズは相当香ってくるね。一番下にあるこのね、ソースの部分がね、結構味濃いめです。そのちょっと辛いと感じさせるくらい濃い味のソースをチーズがコク深くしてる感じっていうのかな。コク深くっていう言葉ある？ただ全体的に見るとそんなに尖り切ってるわけじゃなくて、スタンダードでありながら、そのスタンダードの枠の中でめっちゃ美味しいやつってイメージがありますね。なるほど。でね、このね、バンズの上についてるのが多分これね、粉チーズですね。粉チーズを焦がしたやつですね。だから、こうやってかじるときに鼻がまずね、チーズいい匂いってなるんですよ。で、食べたら濃いチェダーチーズじゃん。だからチーズがチーズを追いかけてる感じですよね。だからトムで、ちょっと意外とこぼれてきちゃうんで、あとはもう一気にいきましょう。はい、というわけで、あと一口なんですけれども、もう一品今日は買ってるんですよ。こちらでございますね。アメリカンチェダーポテト、ホクホクすぎとは書いてないけどさ、パカッと。はい、今回こういう感じのポテトも出たんですね。いい感じの一口サイズよ。これもチーズ入ってるのかなってことか。あ、そうだ、パッケージにチーズの絵あるもんね。そっかチーズ入ってんじゃん。衣は結構わかるかな、カリカリしてる感じで、中にはマッシュポテトですね。まあそれだけだと思ったんですけども、チーズが入ってるのがわかりますかね。そうなんです、チーズが入ってるんです。美味しい。チーズは結構濃いめですが、やっぱ美味しいね。あとこれのバターバージョンも食べてみたいなって今思っちゃいましたね。多分それも美味しいよね。ではハンバーガー最後の一口食べて追いポテトもしてみましょうか。めちゃくちゃ濃厚になるね。とにかく食感がすごい濃厚になるんだ。だから美味しいんだけど、追いポテトに関しては普段のポテトの方が向いてるなって感じはしました。で、残り2個も。ごちそうさまでしたー。というわけで今回のデラックスチーズビーフなんですけれども、本当に確かにチーズが濃くて、まだ口の中にチーズが残ってんじゃないかなっていうくらい、もうチーズが充満しております。だから今バターっていう言葉を発しても、その口の中はチーズの味がしてます。だ、その辺のギャップを楽しんでみたらいいんじゃない。何それ。